はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今回はですね、こちら、まあ、前回のスナップの動画でも話はちょっとしてますが、ニコンの Z8 ね、これまあ購入してからですね、まあそろそろ半年経ちますので、半年経っての印象ね、その辺を話していこうかなと思います。で、まあ私の場合はですね、もうほぼ90何パーセント以上が野鳥撮影ですね。まあほぼそれのために買ったと言っても、まあ過言ではないカメラなんですけど、まあ一応最近はね、まあ、スナップの方でもね、ちょっと使っていこうかなというところで、ちょこちょこその頻度を増やしてはいってるんですけど、まあそういったところもね、まあ踏まえた上でちょっと今回の話を、まあ、聞いていただければいいかなと思います。で、まあ結論から言うとですね、非常にいいカメラですね。はい、何の文句もないって言っちゃうとあれですけど、まあ不満なところはね、まあ AF に関しては、被写体、認識ね、この辺に関しては、まあ、以前からもちょこちょこ話はしてますが、まあ、私の場合はいいところはいいっていうし、不満があるところはね、不満があるって話はしますので、なんていうかな、いいところばっかりね、取り上げるんではなくって、まあ、こういうところはどうかなっていうところがあれば、まあ、そういったところも、まあ、そのカメラのね特徴なので、まあ、ちゃんと言っていた方がいいかなと思うので言ってね、動画で言っていてはいますけれども、まあ、トータルとして見れば非常にいいカメラだと思いますね。もう本当に、ユーザーインターフェースとかも非常に使いやすいですし、まあ、Z7 前回持ってた Z7 と比べるとどうなのかな、ここの肩の部分はちょっと違うのかな、もうちょっと記憶にないんですけど、まあ、それくらいもう完成されたユーザーインターフェースですよね、もうシステムとしてはね。で持った感じも非常にこうしっくりくるし、まあ、私の場合はこのね L 字のプレートをつけてるんで、より、まあ、さらにでかく見えますけど、本当にしっくりきますね。でボタン配置も非常に絶妙だし、非常に使いやすいところにあるしね、何も文句がないっていうね、うん、普通に使っていく分にはねっていうくらい、もう完成されたカメラだと思いますね。本当に高い買い物でしたけど、買ってよかったなと思いますね。で野鳥撮影においてはね、その被写体認識に関しての、まあ、不満っていうかね、そういったところはまあこれまでもちょこちょこ言ってきてはいますけれども、まあ前回使ってたね Z7 から比べれば、被写体認識っていう機能がね、そもそもついて、鳥認識っていうのがそもそもついてるだけでも、ね、まあ、大幅な、まあ、機能アップですし、まあそれがね、認識しないようであれば、すぐにシングルポイント AF プラス AF オンですよね。まあその機能を、まあ、私の場合は以前も言いましたけど、ファンクション1の方にね、割り当ててるんで、パッとね、まあシングルポイント AF に切り替えて、まあ撮影を始めると。撮影をするっていうスタイルで、もう今はもうそれで、もうしばらくずっとやってる感じですね。まあ変えるつもりもないですね。なので、もうすでにもう馴染んでしまってますね。はい。もともとね Z7 使ってたっていうのもあるんで、まあ、移行に関しては本当にすんなり移行できましたね。はい。でまあなんだろう、絵の印象とかもこれは前回とか以前話はしてますけど、まあ、Z7 と Z8 に関しては、まあ、ちょっと印象は違うかなって感じしますね。なんかよりあったかい感じの絵が出てくるのが Z8 の方かなって感じは、まあ、しますね。これはセンサーの違いによるものかと思うので、まあなんだろう、好みがねどうしても分かれるところかもしれないですね。これは実際に自分で写真撮ってみてね、出てきた絵を見ないと多分判断つかないと思いますので、まあ、それはね一概にどっちがいいっていうのは私の口からは言えないですが、私の場合は、ちょっと味っていうか特徴がちょっとね傾向が違うなっていうのがまず一つで、どっちがいいか悪いかって言われたら、まあ、どっちもいいかなって感じはするんですよね。ただ個人的な好みでいけば Z7 の絵が好みですね。あれね、なんでしょうね、ちょっと暗い感じというか冷たい感じというかね、なんかそういう絵を出してくれるんですよね Z7 ね。でその印象がすごく強くって、なんだろう、未だにもう一回買い戻してもいいんじゃねえかなって思うくらい、もう手放しちゃいましたけどね。Z8 と入れ替えにしちゃったんで手放したんですけど、買い戻してもいいかなって思うくらい、なんか Z7 の絵ってすごく私の中には刺さったんですよね。
これはまあ好みなんでね、聞き流してもらえばいいんですけど、それくらい、まあ、印象への印象は Z7 と比べるとちょっと違いますね。ただその画質がいい悪いっていう点でいけばどっちも画質はいいっていう話になるんで、ね、画素数的にもほぼ変わらないですしね、はい、ちょっとその出てくる絵の印象が違うというような感じがしますね。これもね、まあ私の完全な個人的な主観なんで、まあ、さらっと流してもらえればいいんですが、まあ火の打ちどころがないっていうのは本当にこういう感じかなって気しますよね。メカシャッターレスになったのもすごいですし、まあ、Z7 と比べるとね、連写の方も効くようになりましたし、まあ、Z7 の時からはもうはるかにもういろんな面でトータル的にまあグレードアップしてるっていう感じになるので、全く不満はないですね。その被写体認識とかね、AF の部分を除けばね。あとはあれだな、四軸チルト。これがまた便利なこと。これがね、まあ、野鳥撮影の時は使うことないんですけどね。野鳥撮影の時はもう、私の場合もう横一でしか撮らないんで、縦で撮ることはないな、ないんで、全く関係ないですけど、まあ、チルトとして使うこともないですからね。ただ、スナップってなると、やっぱりどうしてもね、カメラ下の方にね、構えて、っていう形で、撮ろうとするね、あの時ありますんで、そういうこと、ね、そういう場面に来た時は、やっぱりこの、縦位置で、チルトしてくれるっていうこの液晶ね、これは便利ですね。これは本当便利だなと思いました。なんで今までなかったんだろうっていうくらい本当に便利ですねこれね。はい、ってなところかな。あのね、なんていうかな、あの最近ちょっと感じてる印象としてはですね、あのね、仕事人、職人みたいなカメラですねこれね。これあの何度も言ってますけど、その撮る楽しさ、楽しさっていう部分だけを取り上げると、私が今持ってる GX7 Mark III の方が楽しいんですよ。ただ Z8 に関してはこいつに撮らせておけば間違いないなっていうね、失敗しないなっていうような、なんかこう職人がたきというかね、なんかそういった雰囲気をカメラが醸し出してる気がするんですよね。でそういったところが、まあ、私もね、あの、まあ、機械組んだりする職人の端くれでもあるんで、なんか何でしょうね、こう親近感じゃないんですけど、なんかそういう雰囲気がね、製品が醸し出してる雰囲気がやっぱりすごくよくって、で使っててもあの心地いいしね、なんかそういうところが魅力かなと思いますよね。ただその楽しさっていう部分に関してはどうしてもやっぱ私が今使ってるね、あの GX7 Mark III との比較になるんで、ちょっと両極端になってるような気がするんで、あっちと比べてね、ルミックスのあっちの方と比べてしまうと、どうしても楽しさっていう面では負けてしまってるんですけど、あの、こう職人がたきのですね、この堅物な感じ、あの、間違いないぞと、ね、あの、俺に撮らせろと、ね、あの、確実にいい仕事するぜみたいなことを言ってるような気がするんですよ、このカメラがね。でそれがやっぱりすごくよくって、まあ使ってると楽しさ自体はそんなにあの GX7 Mark III と比べるとないですけど、安心感がやっぱりあるんで、やっぱ使いたくはなりますよね。そういう意味ではね、っていうところで、まあ、私が今メインでね、あの使ってるこの Z8 と GX7 Mark III で、まあ、比較してる両極端になってるんで、よりねそういったことを感じてしまうのかもしれないですけど、まあ、非常に Z8 はね、あの、いいカメラだと思いますね、これね。本当にいいカメラだと思いますね。なので、ニコンで Z でっていうふうに、まあ、検討されている方はですね、とにかく、ちょっと無理してでも、まあ、こんなこと言っちゃっていいのかな。はい。Z8、非常におすすめです。はい。まあ、後悔はしないと思いますね。まあ、Z9 と Z8 で悩んでいるようであれば、まあ、ちょっとね、あの、もしかしたら、Z9 の方にしておけばよかったかなと思うことあるかもしれないですけど、 Z8 より下の機種ね、 Z9 じゃないそれ以外の機種で迷っているようであれば、もう今のところもうベストな選択は Z8 でしょうねっていうくらい、まあ、非常に完成されたカメラだなと思いますよね。でこれから出てくるカメラってのがどう変わってね、あの進化して出てくるのかっていうのが逆に想像がつかないくらい、なんか今考えうる一番
いい血管が形としてこう製品化されてるんじゃないかなって気しますよね。それくらい非常に満足しております。はい。でレンズもいいしね、まあ、Z はやっぱレンズですね。そのレンズをやっぱり生かすボディってなると、やっぱ Z9 とか Z8 が、まあ、現状のね、ベストになるんじゃないかなって気はしますよね。まあ、そういった意味でも Z8 ってのは非常におすすめだし、いいカメラだなとは思いますよね。っていうところで、まあ、6ヶ月、まあ、半年もうほぼ毎週のように、まあ連休ねあればほぼ連休中毎日のように、まあ、天気が良ければ、まあ、撮影に出てたわけですが、非常にいいカメラですね。はい。まあ、不満はねないと言ってしまえば嘘になるんですけど、まあなんていうかな、そんなに致命的なものでもないので、まあ満足してます。はい。ということで、購入して半年、まあ、まだまだバリバリ使っていこうかなと思ってる、まあ、カメラですね。この Z8 非常に素晴らしいカメラですね。ってことで、今回はこの Z8 を褒めたたえるという動画でございました。はい。今回はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。